ありがとうございました。次の曲でおしまいです。今年もよろしくお願いいたします。アパートから歩いて1分のところに、いつの間にやら雑貨屋さんができていた。店先に古いラジカセが置いてあって、500円の値札がついていた。帰って昔のカセットを引っ張り出して、ラジカセに突っ込んで再生ボタンを押した。伸びて歪んだ磁気テープの向こうで、19歳の俺が必死にベースを弾いていた。ラジカセ500円、俺のタイムマシン。ラジカセー